お疲れ様です。今日はですね、世界トップ8全員が使ってるぶっこまりカードを紹介していこうと思います。というわけで、この現在のグローバルランキングですね、この上位8人の、共通カードというのをちょっと紹介します。で、それがですね、こちらの中のボムタワー、そしてウッドナイトね、この3つです。はい、世界中みんな使ってますんで、今使ってない方とかね、レベル上げようか何にしようかとか悩んでる方はもうここ上げとけばね間違いないんじゃないかなと言ったところで、今日はこのファルチェディガっぽいやっていきます。さっきちょっとファルチェがね増えてきてるんですよ、ライトニングがいないねことによってね。はい、ってなわけで、やっていくんですけど、まあでも一応言っとくと、ナイトは下方される可能性がねだいぶ高いです。っていうかほぼ確ぐらいで下方されるんですね、まあ限界突破ナイトが。そうなので、まあ今日レベル上げとけとは思うんですけど、まあ、無理して上げる必要もないかなっていう。でボムタワーもワンチャン顔をされる。そう、あこういうのがねなんか強いんですよね多分。いや入ったよろしい。はい、インチキですまあジャージ取るのと変わんないですね。ファルチ取るんだよね、まあ、これ強いんでフローするだけからで、ね、ウッドは下方される予定ないし、下方されてもだからどんだけ下方されたんだっていうぐらい下方され続けての今なんで、ウッドはねもう育てとく、強すぎる。うん、よいしょ。でファルチェのねメリットね、なんか相手のデッキも近いな。ロケット、あーホグファルチェ、ホグファルチェっすね。はい、まあ、ファルチェが多いのよトリマ。まあディガっぽい、ゴブリンめんどいねこれ。ボムタワーは最強ですよね、もうポイで削っていく。よし、ちまちまいきますか。まあ、あとはさっきの相手てか俺がやったファルチェ取るんでね、あれでダメージを稼いでいくのがメインになるかな。まあディガポイで削りつつファルチェの釜を差し込んでいきたい。あーこれめんどいな、限界突破ないとだるくね。でもこれでファルチをやれるってなったら、え強い、頑張れ。よしよくやった、ありがとう言われてるやん、やめろよ。よしよし、でポイからの、まあ、取り根がある。相手はまあロキ削りしたいと思うんですよね、これロキ削りされたくない。マジ取るね、取り直し。いやー相手ね今多分トルネにビビってそれしてくれたんですよね。結構熱くね、多分入るよ。あ歩いた、来た。はい、500です。えっやばすぎだろはい壊れ。あーまあこれはアイスピも止まるんで許容できるか一発くらい。はい、ファルチやばいです、あれロケット撃ってるようなもんです。いやーめっちゃいいゴブリン来た、ちょっとやばいか、もしかして夢つかまれる感じ。やばい自分で延命しちゃった、やばいこれ。ちょっと待って、いやでもで負け筋はもうファルチなんで、よし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 、あとはもうちまちま行こうや、ロケなんだね。高めファルチェ、なんだありがとう、日本語の使い方間違えとるよ、俺と対戦してくれてありがとうってこと。さあこれは諦めが来るかと、これもう無理やりいっちゃう、はい、入りはしないけど、もう、気持ちいいファルチェやばいっすよね、なんか過小評価されてると思います。まあシンプルにね強いってなったら、まあ、ナイトとかボムとか、まあ、ディガーとか、まあ、何でもあるけどファイボとか、なんか環境で一番ってなったらマジファルチがぶっ刺さってますね今。サッカー後、まあスパーキー系がねきついのよこれ今。スパーキーじゃなかったら許します。いやこれスパーキーあるな、ちょっと待って、
変なフラグ立てた、これやばい。あーロケコね、ロケコガゴホグ。うわーそりゃ読めないよね。なにこれ。うんこデッキやん。ちょっと待ておい、なんだこれ。ちょっと待って、絶対相性いいやんと思いながら、いやこれね、事故です。ずれた、事故です。クラロワあるある、知らない。そんなカードあるとか知らないもん。いやでも待てよ、まだ間に合う、まだね勝てる可能性あります。ガゴガゴロキコグ初見殺しだな。いやこれね、相手の呪文もう祈るしかない。ロケとかライトとか中型なければガチファルチェトルネ原画突破ナイトドリームあります。あーマジでなんかだるいデッキだな、だるいね。あんたなんだこれ、なさそうだよな。でも呪文が限界突破ロケコか、ディガポイでやっていけるかっていう話ではあるけど、いやーマジやっていけるよこれ、本気で。インフェね、勝てなんや。マジだろからのもう一発、マジだろ。ギリやる、ギリマジめっちゃギリない、ギリすぎるかな。やべ、ディガーがおい、やりすぎだろ、やばい、気持ちよくなられてる。マルチドリームあんのか、こっからディガー拾ってホグ防いでロキコ抑えて、絶対ロキコやん。あーザップね、終わります。うっ、なーい、はい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 、初見殺しやないかい。いやまあこれはね、よくある苦しいやつね。まあ仕方ないっすよね、角待ちみたいなもんですよ。無理、知ってないとね。よく浮きます、はい。まあでも次当たった時はもうボッコボコですね。ガオガゴホグディガーね、はい、呪文もないね、はいっつって守れば勝ちですからね。さあ今回の相手はラバっぽい。さあボンバー、まあエレジャイとかゴーレムもあるけどラバですね。お兄さんこれやだな、ファルチンからやん。まあナイトぐらい気にするか。ああえ、重っ、ラバってアホ重いんだけど、ちょっと待って、嘘やん。重いんだな、ラバハウンドって。初めて知った。よし、これ禁忌できる、熱い。まあアドだいぶ取られちゃうんですけど、エリアドよりも近畿が重要ね。さあラバはファルチめっちゃ刺さるよ。でファイブユキのラバだと思うんですけど、インドラだけか、めんどくさいのがね。ファルチ合わせちゃダメだろ、ウッドからいこう。ラバ削り嫌だね。
さあこれね、角度、この角度が大事なんですが、こっちにするか。まあアイスピあるし、ね、いや、いいんじゃない？問題は削んなきゃいけないからね、俺が。守れはするが、削れなきゃいけない。このミリ残りファルチが一番大事。ないとだる。いやめっちゃいい勝負するやん。やばい。ないと。いや結構頑張れてんね。ファルチ強い。ポイズンも強い。このラバインドの形がねちょっときついけど、ファルチ残ってるよ。やばすぎ。絶対残るんで、ファイブ雪玉って。これ絶対にファルチを残す。マジファルチだけやばい。これよくないかも。流れがラブフタクル。ボーポイしてもう一回ファルチ出すわ。はい、無限ファルチ。ファルチ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 無限ファルチ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 ファルチファルチ。かわいそう相手。これインドラ強いよな、どう考えても。でもあいつキャラクファルチ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 。よしよし。でボムでラバーのダメージも抑えるからのフットで回してエントルネでファルチ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 で、アイスピで。あー、ファルチがヤバ。パピーおらんや。うえー、ファルチ三兄弟鉄壁なのよね。いやもうこれですね、本当に。ただただ今のファルチが強い理由、ライトニングがいない。ファイボ系をね抹殺できます。ナイス。まあもともとねファルチは空には相性いいですからね、こんなに強いんやっていう驚きが。さあオールブレイカースパーキーなのに。ああなんだこれ、全然枯渇やん。クラン名も名前もフェイクかよ。本物だな。これマジトルネしたいんだよな。ババかな。よし、頑張れ一発。うーい、頑張ってほしかったな。一発やるか。だからめっちゃ高回転じゃない。スケあれ、スケあったよな。いやめっちゃ高回転な。枯渇引いた。ウォールブレーカー U の、まあ、回転だけか。禁忌してしまえばみたいな感じ。そう呪文なんだろう。一発。いやーマジで1コス多いね。当
耐えればありそう。正直相手の方がついてこれないんじゃないの。まあ序盤は俺の方がきついんですけど、序盤はね。いやマジで好き、愛好きだ。アホ回転、はい、まあ、回転だけね。これ呪文があったら負けですけど、相手の中型呪文なければ俺の勝ちです。そっち行くんだ。からったり削れないよ。なんか出てきた。ハンター。終わるぜ。入んねえのか。入るんか。いいね。これやばいっしょ、もうファルチュー。うわー、めっちゃいい防衛きた。でも何がおもろいんだ。いやー、このじわ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 俺の流れになっていくこの感じがたまらなく気持ちいいのよ。あちょっとあってちょっとだけな。なんでやねん。いやまあさすがにね、耐えたっすね。一番痛いのがやっぱ一番きつい、こういうのは。それでもある。おい、グッドゲーム。おい、まあでも今の相手のデッキめっちゃ強そうじゃね。楽しそうだし、ユーの枯渇、高回転バレルオールブレイカー U の似た感じのあったけど、超高回転になってんな。いいな、あのデッキ。さあファルチェがね活躍しています。あー、レイジはもうスパーキーなのよ。これ何出してもスパーキー来るみたいなオチあるよな。あ、違った、神器か。禁忌して、何も来ないの。欲しいな、でかい、でかいね。さあでも文句か。文句はファルチェ鎌返ってきちゃうんで、どうしよう。ボムか。いや、ないと思いますか。モンクババの 3C か 3C ですかね。りょうすきさん、なんか見るよな。同じような名前の人いっぱいいるからな。 3C の人か。モンクだるくね。ファルチェ帰ってくんだけど、自分に500入るってやばいよな。あれ、いた、入りすぎだな。文句言うののババね。まあババは俺ボムも何でもあるからそんな脅威じゃないんだけど、
リポンがだるいな。まあ、片方溶かして文句これどうしようか。こいつまだ遅れてからファルチでいいか。やばい、あぶねー、えぐいなボムタワーもファルチェもあるけど全部来るもんな、びっくりだな。よ、はい、そして拾われる、拾われるのやだな。文句でボムもファルチェも全無効化か、されてんな。え、やば。やばくね。文句強いよこれ。ワンチャンあるけどな。さすがに、おいファルチェやばくね。ファルチェ2000ぐらい持っていかなかった、えぐ殴ったよな。これがファルチェなんですよね、強っ。いや文句はでもなんか安っすね、やってて。結構このデッキもディガポイだけどファルチェデッキみたいなのがあるから無効化されてだいぶ苦しい。まあじゃあちょ、俺売れか。おー、親衛隊の顔してます。あ、ちょ、メガネと5月もしかして、あのデッキパワーテンプレ界最弱と呼ばれるメガネと5月説あるぞ。久しぶり、久しぶりどころじゃねえ、生きとったんや。伝説の化石デッキ、ちなみにインドラマジきつい、インドラやばい、これマジインドラやばい、終わる。インドラやばいな、ちょっと待って。でコウモリもきついわ、まあ、普通にきついんだけど、そんなことある普通にきつい。いやまあでもこれも相手結局呪文ザップしかないんで、まあリーガーがいるけど一生守ってファルチェ3体貯めてメガナイト来てもファルチェ耐えるから、メガナイトトレンドで引っ張って芝生、いやー強いあります。まあ序盤耐えればっすね。1倍タイムにヘナチョコこんなことしなければ俺の勝ちです。ゴムディール拾います。なんでそこやん、これ攻めたら負けっすね。まあティガーでさえも行きたくないな。インドラがね地味嫌だからな。あ、これはダメージ稼ぎです。あ、いいでしょう。まあまあ守るだけですから俺こっから。
えら、逆サイくんのマジでえらい、これマジでありがたい。やべえ、これいらんかったかも。いや、ダメージ見てください。一回デカポイするだけで追いつけるんです。でかっ、このナイトでかっ。こんなトルネアすると負けます。ちなみにこれマジやばいです。いやでもファルチ最強か。うえー、さあもうね、結局ねマジアちゃんトルネみたいなんがない、こういうデッキはね削れないんですよね最後に。多分やべえ、マジでトルネがさ下手。勘弁してくれ。さあ、来た来た来た。絶対トルネやるから。わかんない、もう、うう、釜入ってる。それで入るんだ、やばい。いらんな。はい、ファールチェーン。マジで硬いな。だから3倍タイム、2倍タイムの方が強いかもね、ディガポイ。これ、より鉄壁になってさ、守ってたらファールチェーン残ってカウンター取るね。あれ、きっちぃ。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。この相手さ、さっきの、初見殺しくんじゃない？絶対そうだよな。俺覚えてるぞ。絶対忘れねえ。ロケゴ来るっしょ。いや、来たけど。出た出た出た。もう絶対負けないっすよ、これ。100でさえ。負けたらマジ引退できるレベルで。相手のデッキ覚えてるの。ホグディガーね。ガゴガゴホグディガーです。だってデッキ知ってるもん。初見殺しじゃない、こういうデッキにはさすがに負けないはずはずです。だから俺無茶しなければいいんですよ、ガゴムレ用にね。さあ、グッドゲーム、インフね。ロケコがちょっと面力ちゃいかな。ガゴガゴっすよ。まあ、ポイぐらいならいいでしょ。溺れてくれ。さあ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 、これがね、デッキ知ってると知ってないでね、世界変わりますからね、クラロワって。一体来てからでいくか。これないとちょっと入るんじゃね。うい、2発。さあ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 、
これがね、同じ機対決でも立ち回りだけで変わる世界。元気あります。それは強い、マジで強い、ごめんなさい、それだけマジで勘弁してほしい。まあ、ロケコでそんぐらいしかダメージいけないなら全然平和な世界。いや、D が強っ。呪文ないもんな。いやー、その位置読めないな。でかっ、入らないでしょ。まあ本当はサイド一緒の方がいいんですけど、まあガゴ、強ないと。強っやば。いや、もうさすがに一撃のワンパンされなきゃもうこうなるよね。リベンジ達成だなこれ。まあロケコだけね、諦めたか俺。諦めるんかい。よしよしよし。いや、マジ悔しかったかな、あの負け方。序盤で相手の思うようにね、されちゃってね。オッケー。さあ、というわけで、こちらのね、ディガポヒ。まあ、ナイト、ボム、ウッドがね、今はめちゃくちゃ強いよと。で、ファルチェも、ほんと環境に刺さってるんで、ぜひね、おすすめでございます。ファルチェ、ぜひ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。